名鉄も600系電車。名鉄も600系電車。名鉄も600型電車は、名古屋鉄道、名鉄が、岐阜地区の直流600ボルト電化路線区の一つである。身の町線において運用する目的で、1970年、昭和45年に導入した電車である。名鉄に在籍する吊り掛け駆動車各形式のうち、関節非自動診断制御機を搭載する、HL 車に属する。 も600型は、美濃町線から、高見線経由で、直流線5 0 0 v 電化路線区の高見ヶ原線へ乗り入れ、新岐阜、現、名鉄に増え、直通運転する列車の運用に供するため、直流 600V 電化区間及び、同 1500V 電化区間の両方を、走行可能な副電圧車両として、設計、製造された。また、 ミノ朝鮮の強小な車両限界に対応するため、前後の車端部を大きく絞り込んだ、得意な外観を特徴とし、その外観は、馬面電車とも形容された。も600型はも601対も606、形式、記号番号とも2台の全6両が申請され、1970年代当時、衰退の一途をたどっていた、路面電車用車両として、 久方ぶりの新型車両であることなどが評価を受け、鉄道友の会より1971年、昭和46年度のローレル賞を受賞した。後年も800系、2台の導入に際して2000年、平成12年に5両が廃車となり、残存した1両は2005年、平成17年3月のみの挑戦を含む、岐阜地区の河川電圧600ボルト、 路線区全線廃止まで運用され、以下、本校においてはも600型を、本形式と記述し、形式、記号番号については特に区分の必要がある場合を、除いて、初代、または、二代の表記を省略する。1967年、昭和42年に、岐阜地区の河川電圧600ボルト路線区にて、 運用される、手付き同車両の検査を受け持っていた岐阜工場、岐阜県尺の岐阜市、市の坪町への移転に伴って、美濃町線競輪場前付近より分岐して、岐阜工場に至る引っ込め線が新設された。新工場は、かか原線の細畑田上間に相当する位置に、かか原線の線路に隣接する形で建設されたことから、名鉄はこの引っ込め線を活用し、 従来鉄名町を周期点とした美濃町線の列車を、鏡ヶ原線経由で新岐阜へ直通運転することを計画した。計画の内容は、岐阜工場への引っ込め線、後の高見線を延長して、鏡線と直結し、美濃町線方面から高見線、鏡ヶ原線を経由して新岐阜へ直通する列車を設定するものであった。ただし、軌道法に基づいて付設され、 一部併用軌道区間を有する美野町線と鉄道路線の高見ヶ原線では河川電圧のほか車両規格も全く異なるため直通列車の設定に際しては双方の区間の走行条件を満たす車両を新たに導入することとなった。1969年昭和44年8月に日本車両製造によって作成された設計図面。 7C-8900 に基づき、翌1970年、昭和45年6月にも6 0 0系6 0 1から606の6両が申請された。本形式の車体寸法は、相対的に強小な美濃町線の車両限界を考慮して決定され、また美濃町線と岐阜市内線の連絡停留場である、鉄名町の交差点部分に存在する究極線を、 通過可能とするため、前後の車端部が大きく絞り込まれている。主要機器については従来車の廃車発生品を多く流用し、電圧転換装置を搭載して、直流 600V 電化区間及び、同 1500V 電化区間の両方を走行可能としている。本形式の導入により1970年、昭和45年6月から、 直通列車の運用が開始された。従来、美濃朝鮮沿線より新岐阜方面へ向かうには、鉄名町を経由して、岐阜市内線の新岐阜駅前まで乗車する必要があったが、この直通列車の新設により、同方面へのアクセスは、飛躍的に向上することとなった。全長 14,890mm、全幅 2,236mm の、 全構成車体を備える。前日の通り、車両限界定色回避を目的として、車体断面が、側面の客用扉付近から車端部にかけて、強く絞り込まれる構造となっており、前後つま面部分の車体幅は1660 m m と、車体中央部と比較して576 m m 強幅化されている。前後つま面に運転台を備える。 両運転台構造を採用、連結運転を考慮して、つまめん中央部には 700mm 幅の貫通扉が設けられ、その左右に縦長形状の全面窓を配した3枚窓構造である。運転台は中央部に設置されたため、可動部分である貫通扉部に主管制御機、マスコン及び軽気類を設置するなど、強小なスペース内に運転関連機器を配置するに、 当たって設計上の工夫が凝らさている。前照灯は、シールドビーム式のものを、左右窓状の幕板部へ、角一灯、後部標識灯は、腰板下部へ左右角一灯を設置し、その他者副灯を後部標識灯の外方に左右角一を設置する。また、前照灯間の幕板中央部には、行き先表示幕用の表示窓が設置されているが、実際の運用に際しては、 貫通扉下部に設置された行き先表示板を使用した。側面には乗務員用の一段落とし窓構造の強幅窓 700mm 幅の2枚が重ね引き扉構造の客用扉及び 780mm 幅の一段上昇構造の側窓をそれぞれ備える。片側2カ所の客用扉間に設置された計10枚の側窓は 3枚、4枚、3枚の形で太い窓間柱によって区切られており、側総外側には保護棒が設置されている。側面窓配置は 1D343D1D 客用扉である。客用扉の引き込み方向は車端部側とし、客用扉と乗務員窓の間に設けられた飛ぶクロブへ引き込む構造である。客用扉下部には鉄道線区間にて用いる。 引き出し式のステップと、機動線区間にて用いる折りたたみ式のステップの2種類の内蔵式稼働ステップを設置する。車体塗装は、本形式落成当時の名鉄幹線系統における主力車両であった7000系、パノラマカーと同一のスカーレット地に、総加膜板笛、白色の太体を配した仕様である。屋根上には、終電装置である筆型パンタグラフのほか。 冷房装置様の箱状の機器を3機搭載するが、これらは床下の機器搭載スペースの関係から屋根状搭載となった抵抗器で、内大型の2機が主回路用抵抗器、小型の1機が電動発電機など補助機器用抵抗器である。車内座席は全席とも転換クロスシート仕様である。本形式の強幅車体という設計上の制約から、 座席間の通路の有効幅を確保する目的で、二人掛け座席と一人掛け座席を組み合わせて2プラス1配置とし、車内中央部を境に二人掛け座席と一人掛け座席の配列が左右反転する仕様となっている。車両定員は90人で、うち座席定員は32人である。車内照明は蛍光灯式で20ワット蛍光灯を1両あたり12灯を設置する。 その他、身の挑戦を含む、機動戦所属車両としては、初採用となる、車内扇風機を、二人がけ座席部分直上の、天井肩部へ一両あたり四大設する。前日の通り、主要機器の多くは従来車の廃車発生品などを、流用したものである。また、本形式は、直流 600V 化区間及び、同 1500V 化区間の両方を、 走行可能とするため、電圧転換装置を床下に搭載する。この装置は、河川からの電圧を検知して、回路を直流 600V 対応、または同 1500V 対応に自動的に切り替えて構成する仕組みとなっており、前述した屋根上搭載の抵抗器は、直流 1500V 電革間走行時にのみ、使用する。制御装置は、 アメリカウェスティングハウスエレクトリック製の HL-480 回電空単位スイッチ式関節、肘動制御機、HL 制御機を搭載する。主電動機は、東洋電気製造 TDK-516E 直流直巻電動機、端子電圧 600V 時定格出力 60kW を採用する。鉄における t d k 系主電動機は、 戦前よりも600系、初代も650型、も700型などにいて、採用実績のある機種で、本形式への搭載に際しては従来車格、形式にて、主電動機の振り替えが実施され、本形式6両分の TDK-516E が確保されている。も601も602の2両は、全軸に、主電動機を走加する4機電動機仕様であるのに、 対して、も603も606の4両は、拡大車の内側軸、第2、第3軸にのみ主電動機を走加する2機、電動機使用である点が否。当初計画段階においては、将来的に全車とも4機電動機使用として、制御車を連結し運用する計画であったとされ、そのため2機電動機使用車についても、車体側の配線などを4機電動機使用車と、 そうすることにより、主電動機増設を容易に実施可能な設計としている。歯車比は2.65、駆動方式は吊り掛け式である。台車は、4機電動機仕様のも601も602が、ボールドウィンロコモティブワークス42から84、MCB-1、固定軸間、距離 1981mm を、2機電動機仕様のも603も606が、 日本車両製造 D12、定軸間、距離 2000mm を、それぞれ装着する。前車はも450系の廃車発生品。後車は、台車振り替えによっても180型より転用した、もので、いずれも、蛍光組み立て型の釣り合い両台車である。また、も606の台車には、非常という装置を搭載する。制動装置は連結運転を考慮して、 SME 三観式非常直通空気ブレーキを常用制度として採用、手ブレーキ及び保安ブレーキを併設する。前後つまめに装着される連結器は密着自動連結器を採用する。連結運転を考慮して、ブレーキ配管、常用制度管、非常制度管を同時に接続可能な構造とした、ほか、連結器上部へ電気連結器を併設して、 電結、開放時の作業省力化が図られている。その他、低圧電源供給を目的として、東洋電気製造 TDK-306 から、QD 直流電動発電機、MG、低角出力 3kW を、制動装置の動作などに用いる、空気圧供給を目的として、DH-16 電動空気圧縮機、CP、 定格と質量 460L、民を、それぞれ1両あたり1機搭載する。本形式はも601対も606の6両が、日本車両製造にて落成し、全車1970年、昭和45年6月3日付で竣工した。なお、製造元の日本車両製造と川工場から、配属先となる、岐阜県尺、岐阜工場までの層は、 本形式が副電圧仕様であることを生かして、名古屋本線など河川電圧 1500V 仕様の幹線路線区を終電後に自力改装する形で実施された。1970年昭和45年6月25日に実施された、美ノ朝鮮系統の運行ダイヤ改正、新岐阜直通運転開始と同時に収益、本形式は、 上海制にて新設された三ノニー関新岐阜間の直通急行列車運用へ主に満たされ、脱却時には本形式二両を連結した二両編成で運用された。前述のように、軌動線での使用を優先させた、車体形状のため、鏡ヶ原線区間では、在来のプラットフォームが使用できず、銅線の停車駅となった新岐阜、田上の両駅には、 機動線企画のホームが設置された。その後、急行列車は1975年、昭和50年9月の運行ダイヤ改正に際して廃止となり、さらに後年、利用者の減少に伴って連結運転も行われなくなった。前述の通り、本形式は直通運転開始による利用者の増加を想定し、 制御車を連結した二両編成運用を考慮した設計とされていたが、連結運転中止によって制御車導入計画が事実上消滅したため、1980年代、中盤までに4機電動機使用車であったも601、も602の主電動機の内半数を撤去し、全車とも2機電動機使用で統一された。また、車体塗装については導入後間もなく、白帯を省略し、 スカーレット一色塗装に変更された。本形式は後年導入された、複電圧車両のも880型と共に新利府、直通運用へ充当され、身の挑戦系統におけるワンマン運転開始に伴って、非常と輸送値を搭載するも606が1999年、平成11年10月車外バックミラー、客用扉回肘に点灯する乗降表示等、 車内運賃箱及び運賃表示機などを新設してワンマン運転対応車に改造された。その後本形式は2000年平成12年の副電圧対応の新型低床車両も800系2台導入及び身の挑戦系統における運用見直しによって余剰が発生した。も604も605が2000年平成12年9月4日付でも601が 同年10月24日付で、も602も603が、同年12月22日付で、それぞれ除籍され、も601も603も605の3両は、解体処分を免れて各地に、生体保存された。また、も604も605の電圧転換装置など一部の、使用機器は、も870系の副電圧対応改造に、再して流用された。ただし、 前述したモ6 0 6のみは予備車として残存し、前期5両の廃車と同時期に使用機械が消滅した電気連結機及び貫通扉部渡り板が撤去された。その後、モ6 0 6は2004年、平成16年9月に車体塗装を腰板部へ白帯を廃した落成当初の塗装に復元、身の朝鮮を含む岐阜地区の河川電圧600。 ボルトロ1区の営業最終日まで運用された。も606は営業最終日同日の2005年、平成17年3月31日付で除籍され、本形式は全廃となった。前日の通り、本形式6両のうち2000年、平成12年に廃車となった3両が、岐阜県内の各所にて生体保存された。 唯一現存するも601が保存された旧、美濃駅は、美濃朝鮮の路線縮小に際して1999年、平成11年4月に廃止となった駅であるが、大正期に建造された駅舎が、国の登録有形文化財となっており、校内にはも601のほか、も510系512も590系593。 およびも 870K876 のカットボディが保存されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。